はい、今日もですね、動画を見ててありがとうございます。今日はですね、ちょっとこう腕をね、こう鍛える方法ということでちょっとね、お話ししたいと思うんですけど、ヨガですね、ヨガでですね、板のポーズということで、まずね、右手左手をね、をこう床につけてみます。で、右足左足をね、後ろにこうしていますで、ちょっとこう見づらいと思うんですけど、足先と腕で、これで4点ですね、獅子のこうポーズなんですけど、このままですね、少しこう曲げてみます。90度、はい。で、このまま膝をついて、顎をついて、胸をついて、で、少しお尻を出すというか。で、これで8点ですね。顎、胸、手、膝、足先ということで。で、これをちょっと繰り返します。はい。板の4点。で、また8点。ちょっとお尻を突き出すようにします。胸を。で、また4点。また4点で8点。ちょっときついと思うんですけど、はい、これをですね、ちょっと繰り返してます。ちょっとこう腕にすごくね、ちょっと力が加えられるんで、無理のないところでね、ちょっとやってみてください。はい、今日はね、腕をちょっと鍛える方法ということでね、ちょっとお伝えしました。はい、今日もありがとうございます。